この寿司はロスで一番デリシャスなんだよ。本当、最高だわ。君に渡したいものがあるんだ。どうだい？もう、素敵！ああ、お前ら全員、わさびつけだ！ずっと来る。素晴らしい。正しい寿司の喜びの声が聞こえますね。例のものは？大体できています。カモン、川崎。本田さんに挨拶しろ。お前だな。間違った寿司を作っているのは。やめろ。本田さんにシャレは通じない。燃料の醤油をおもらししてやがる。クソ、止まらない。頑張れよ鈴木。うるさいよ鈴木君。そのポンコツはリコールです。ん？寿司が泣いている。大将、アリゲーター寿司はあるかしら。生きのいいのが入っております。なんだと？アリゲーター寿司も許せんが、寿司にマヨネーズ醤油など絶対に認めん。これでよしと。時間です。待ったなし。捕まりなさい。お前ら全員わさび漬けだ。動かないでください。我々は寿司ポリスです。 We love 寿司。2020年東京五輪を前に世界中で寿司ブームが到来。蔓延する間違った寿司を根絶すべく、日本政府は寿司ポリスを組織した。握らせません。私の目の黒い道は。ちょいとお待ち。寿司ポリス、これは食の自由と文化の侵害よ。我々は間違った寿司を決して許しません。覚えておけ。